ヨーゼフランナーは、オーストリアの音楽家。シュトラウス一家に先立って、ウィンナ・ワルツの様式を確立させたため、ワルツの始祖と呼ばれることがある。そして後には、ヨハン・シュトラウス一世と対決しつつ、ワルツを磨き上げていった。ワルツ、ポルカ、ギャロップ、レントラーなど400曲以上の舞曲などを作曲した。特に、シュタヤー・マルクフー部曲と、シェーン・ブルンの人々は、 イーゴリ・ストラビンスキーのバレエ音楽、ペトルーシュカにそのモチーフが取り入れられている。ショパンやスメタナ、リヒャルト・シュトラウスなどの作品にも影響を与えた。ウィーン・フィル・ニューヤー・コンサートにおいては、シュトラウス一族でない作曲家としては、最も頻繁にその作品が、プログラム上に取り入れられている。ランナーの成果。1801年4月12日。 ウィーンの郊外のザンクトウルリヒで手袋職人の長男として生まれた。通っていた工業技術学校を中退し、正規の音楽教育なしでバイオリンを自力でマスターする。12歳の時にミヒャエル・パーマーに才能を見出されて彼の楽団に入団し、バイオリン奏者になった。それから6年後の1819年、3歳年下で、 当時15歳だったヨハン・シュトラウス一世がパーマーの楽団に入ってきた。恥ずかしがり屋の無双家であるランナーに対して、シュトラウスは生き生きとした情熱家であった。二人は正反対の性格であったがすぐに仲良くなり、共に下宿生活を始めた。二人は貧乏だった頃、一つのタキシードを共用して演奏会に行ったと伝えられる。パーマーは、 楽団員に払うべき給料を自身の飲食代に使ってしまうような人物であり、たまりかねたランナーは独立して三重相談を設立した。また、パーマーの元に泊まったシュトラウスに移籍を呼びかけ、これに応じたシュトラウスと共に演奏活動に励んだ。それまでパーマーのワルツに頼っていたランナーとシュトラウスであるが、独立したとなると自分でワルツを作曲しなければならないため、 二人は揃って音楽理論を学んだ。ランナーは、信心深い人物であり、自身の楽譜の隅には必ず、神と共に、ヨーゼフランナーと署名したという。冒頭に、作品全体の気分を示す助走を取り入れたり、新曲に、宮廷舞踏会や、酔いの明星といった魅力的な曲名をつけるなどして、ウィンラワルツの基礎を築いた。人々はランナーを、 愛すべき人と呼び、彼の音楽について、足を踊らせ、しかも目には少し涙をにじませると言った。当時の音楽批評家、エドアルト・ハンスリックは、ランナーの音楽を、スミレの香りのするメロディーと褒め称いている。ランナーのワルツは、たちまち広く認められ、次々と出版されるようになった。エドアルト・ヤーコップ曰く、ランナーによって、ワルツにもロマン時代が始まった。 1824年、宮廷レドゥーテンザール音楽指揮者に任命された。これにより、ウィーンで最も格式高いとされる舞踏会場レドゥーテンザールでワリツが踊られるようになった。ランナーの指揮そのものは好評を博したものの、彼自身が礼儀を知らない人物であったために、笑い種となり、騎士の人々を困惑させた。ある時、ゾフィー大公妃の前に行って、 演尾服を脱いでみせ、どうです、ご覧ください。汗びっしょりになりましたよ。と笑ったことがある。またある時には、千鳥足で会場に入ってきて、式台に登ろうとした。式部長官、くッチェラ男爵が押しとどめようとした際、ランナーは憤慨して、一体何を、お考えですかね、かっか。私は、あなたと同じように酔っ払っちゃいないですぞ。しかし、 私が酔っ払っていたとしても、誰も私を阻むことはできないのだ。あの式台に行くことは、皇帝陛下がお許しになったのですぞと言い放ったという。このような素行から、宮廷舞踏会の指揮者には、ふさわしくないと判断され、すぐにその職から降ろされてしまった。ランナーとシュトラウスの銅像。右がランナー。やがてランナーの楽団は、かつての死。 パーマーの楽団を超える絶大な人気を獲得した。出演以来に応じきれなくなったため、ランナーは楽団を二つに分けて、片方をシュトラウスに指揮させた。すると、ウィーン市民の人気は、ランナーではなくシュトラウスの方に集まるようになり、仲の良かった両者の間に暗雲が垂れ込め始めた。シュトラウスは恋をし、相手の女性と結婚するために昇級をランナーに、願ったが、 ランナーはそれを許さなかった。またランナーは、シュトラウスの作曲したワルツを買い取り、自分の作品として交換した。このように全く根拠がなかったわけではないが、シュトラウスの曲をランナーが盗作したとの噂が立つようになった。両者の対立が決定的となったのは、1828年にウィーン郊外の舞踏場ボックで演奏を行った時である。 ランナーとシュトラウスは揃って演奏したが、どういうわけか、激しい口喧嘩が始まり、やがてバイオリンの弓や譜面台や、太鼓のバチが空中を飛び交う割り様となったという。こうして、二人の関係は完全にこじれたとされるが、現場目撃者の記録は存在せず、実際には乱闘事件はなかったと見る向きもある。ランナーは、シュトラウスの自立に際して、決別のワルツを作曲しているが、 これは喧嘩別れをテーマにしたものではなく、シュトラウスの門出にあたって彼に送ったものとも言われる。また、その翌年にランナーとシュトラウスはかつての雇い主、パーマーのために事前コンサートを一緒に開いている。いずれにせよ、こうしてシュトラウスとは競合関係になり、世にワルツ合戦と呼ばれる熾烈な競争を繰り広げることとなった。 二人は、決別から三年後の1831年に仲直りをしたが、かつてのような心を開き合った交際に戻ることはできなかったとされる。ランナーの早々行列。ウィーン中央墓地にあるランナーの墓。1843年、チフスにかかってデイプリングにて42歳で急死。その葬儀には2万人の市民が集った。彼の死によって、 公的主だったシュトラウスがウィーンのワルツ界に君臨することとなった。しかし、翌1844年に、シュトラウスの長男ヨハン・シュトラウス2世が音楽家デビューを果たす。シュトラウス2世のデビューを表したお休みランナー、こんばんはシュトラウス1世、おはようシュトラウス2世、という記事はウィンナ・ワルツの世代交代を示すものであった。息子のアウグストランナーはわずか8歳で、 父の楽団を受け継ぎ、作曲も行ったが20歳で急成した。長女のカテリーナはイギリスへ渡ってバレリーナ及びコレオングラファーとして活躍した。次女のゾフィーはカール・ミヒャイル・ツィーラーの楽団に所属してハープ奏者として活動したという。ランナーは生涯ほとんどウィーンから出なかった。よってウィンナワルツをヨーロッパ中に広めたのはシュトラウスの方である。しかし、 皮肉にも現在でも生き残って演奏される作品は、シュトラウスよりもランナーの方が多い。ランナーランナー、ありがとうございます。